スイスビール、ビエンの出身の男性プロレスラーである。身長181センチメートル、体重102キログラム。1998年デビュー。WXW を主戦場とし、日本ではプロレスリングノアに参戦した。スキンヘッドにワイシャツネクタンイスラックスという得意なコスチュームで戦い、試合中に乱れたネクタイを整え直すパフォーマンスが名物となっている。 個性派レスラー。しかし、その奇抜な風貌や行動とは裏腹で、レスリングのベースは確かであり、キャッチャーズキャッチキャンの経験がある。1998年にドイツでおよそ17歳の時にプロレスラーとしてのデビューを行い、やがてドイツのウエストサイド、エクストリームレスリングを主戦場とするようになった。この団体では、ヘビー級王座やタッグ王座を幾度も獲得。 以降は、ドイツの WXW や GSW、オーストリアのロイ、フランスの FSF、さらには、イギリス、スイス、イタリアなど、欧州各国を転戦し、各タイトルを奪取。加えて、アメリカのインディーマットにも遠征する。2005年、欧州遠征中の小橋健太と WXW マットで、シングルマッチで対決。 ワイシャツを剥がされた上で強烈なチョップを浴び、カンプなきまで叩きつぶされ、最後は、ゴーワンラリアットでとどめを刺された。2006年10月、ムーラット・ボスポラスと、欧州で活動する選手と共にプロレスリングの兄、初参戦、初来日した。2007年には、イギリスのリバプールで開かれた、キング・オブ・ヨーロッパ杯という名高いプロレス大会に、出場。2008年には、 いはミッドサウスの大会に参加し、2010年から力の大会に参戦し始めるなど、欧州大陸を飛び出しての活動も見られるようになった。スイスの大金持ちというギミックで、試合も袖なしのワイシャツに、ネクタイというコスチュームで行う。入場時にはジャケットを羽織り、アタッシュケースを下げて登場する。相手の技を受ける前にネクタイを締め直すムーブが特徴である。ありがとうございます。